トークライブ第1回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず講師の紹介をちらっとしたいんですけど、鈴木よしふみさんという方がおりまして、ふみよさんという方がおりまして、この方はですね、30年間ぐらい、先生術を勉強されている方なんですけど、サビアに出会ったのがいつ頃っておっしゃってましたっけ？最初に出会ったのが、15年ぐらい前ですね、30歳前後。その時なんか斎藤松丸清さんが、監修されてるサイトですか、そういうのをご覧になって興味持たれたと、でそれはどういう理由からだったんですか？理由というか、たまたまその先生術関連のことをインターネットで調べてる際に、見つけて、出会ってという感じなんですけど、そうですね、でその後原書とかルディアの本ですとか拝見されて、なんか面白いなと思ったと、そうですね、そこから独自になんかこういろいろ見てこられて、ブログを立ち上げられたわけですよね。でそれを私がちょっと拝見しまして、松村さんでも直江さんのものでもない、ちょっと独自なこう展開っていうか考えがあるんだなと思って、面白いなと思って今回、トークライブをお願いいたしました。じゃあ、まずはお羊座から早速なんですけれども、お羊座の第一グループというのがありまして、そちらの話からしていただいてよろしいでしょうか？はい、やっていきましょうか。そうですね、そこから説明してもいいのかな。まずちょっとだけご説明したいんですけれども、一つの星座っていうのは大体30度ありますよね。でその中のグループというのがありまして、5度分ずつこう6つのグループに分けるわけです。で今回はこの第一グループというところのご説明をしたいんですけれども、この6つのグループというのはそれぞれになんか起承転結というかストーリーみたいなものあるんですか？一応ついてますね。でおっしゃったようにその、5度ずつの6つ、それがその中にこう一応それぞれ気象転結が流れがあって、でそれとさらにその6つについては、5つずつのまとまりで3つずつになりますよね、その繰り返しで、ここにありますけど第1のシーンから第3のシーンまでの繰り返し、それが2回出てくるという形で、30度が回るというですね。じゃあこの一つのグループの中に起承転結って一つのストーリーが収まって、でそれが 1,2,3 とこう展開するわけですか？ですね、で次の4番目からどう展開するんですか？それもう一回 1,2,3 ですよね。これを繰り返すですね、でこっちの3グループとこっちの3グループの差というのはどういうものなんですか？それがその5度ずつの中の物語の差という、この中の差であるということですね。そしたらまずは第一のグループの話からしていただきたいんですけれども、行きましょうか。第一のシーンは欲望、ルディアの方ではデザイアって書いてあるんですけれども、これ松村さんの方は衝動っていうふうに訳されてたと思うんですが、欲望っていう要素の方ルディアは強く打ち出してるんですが、そうですね、欲望っていうと人間のこう自我というか意識がこうズバーンと出そうな感じがするんですけど、そういうものとは違うんですかね？ですからその、お羊の一番最初というのはとにかくテーマっていうのは、この一度っていうのも書かれちゃってますけれども、一番最初にこの掲げられているお羊一度のテーマというのは誕生ということなんですが、存在することへの衝動と書いていましたけれども、これがもう一度ということでお羊全体に通底するテーマというふうに捉えていただければと思うんですけれども、それを総括した感じで一番最初にこの羊全体のキーワードというものをボンと出した時に、第一のシーンとして欲望、あるいは衝動というのはデザインでもいいかもしれないですけど、自分が誕生してから、そこにこうやって生まれ出てというところにどうやって関わっていくかという、自我が芽生える際にこう欲望する自我っていうのは自分というのはどうやって発達していくかという、それが非常に強く出てると、関わりとして一つテーマになるようになると。お羊一度というのは大体春分の日ですよね。ですね、3月20とか21ですよね、毎年。
そうすると昼間と 夜の境目がまあちょうど一緒になるんですか、時間が。時間は、うん、そうですよね。そうするとまあ先生術やってる方はこの日をスタートの日って見なしてるんですけれども、はい、そこをエリス・フィーラーっていう、こう80年前ですかぐらいの霊能者が見たら、イメージとしては海の中から女性が上がってきて、それを後ろからまあクリーチャーというか大きいこうアザラシみたいなものが抱き止めるっていうんですか、一体化してくるっていうようなイメージが見えてたんですかね、これは。そのようですね、うん。でこれはその誕生を表してるって見ればいいんですか。そうですね、これがまあその下で、出ている羊一度のサミア神話というやつですね、うんうん、でこれは新たな形と意識の潜在的可能性の出現、うん、だからまあ一言でまとめると誕生みたいな衝動であると、うんうん、ってことは自分の中でどうしたいとかっていう欲望はまだ見えてないって見ていいんですか。非常にそういう欲望という、まあ、欲望というのはこの、うん、大地の神15度までの中でテーマになることですけれども、はい、うん、まずこの第一度に生命が生まれる、うん、誕生するということからこう、うん、始まってる時、うん、そこを表しているわけ で、うん、でそれがどういう状態かというと、このサビアの死亡、女性が自ら上がり、アザラシも上がり、彼女を抱く、うん、まあ、さっきその木原さんがそこに絵を描いてくださったように、うん、そういうような姿がありますけれども、うん、そのここで示されているものは何かというと、うん、その誕生ということをまず絵が描いているわけですが、でそこでこう自分の生命が非常にこう、うん、その背景にある海とか、うん、示している無意識とかですかね、うん、そういったものと非常にまだ、うん、あの未分化であって、うん、もう新しい生命の誕生にあたって、うん、その後ろにいろいろなものを引きずっているという、うん、そういったもののイメージとして、そのアザラシというのがこうそこにこう象徴的に描かれていると、そのように理解していただければ。じゃあ無意識の層が海だとしたら、そことまだ分かち難いみたいな感じで現れてる、ね、誕生はしているものに、まあ、陸に上がってきたんだけれども、水から上がってきたんだけれども、うん、そこにそのまだその分かち難いものを引きずっているという、うん、それがその一度の誕生という、その非常に未分化な状態を描いているなという。じゃあこの3月20日21日に生まれた方の衝動としては、具体的に言うとどういう感じで現れてくるって見ればいいですか。もう非常に感情への、はい、自分がそうやってあの新しい世界に生まれたって生まれ出てきたっていうことについて、うん、そういう純粋に存在することを目指しているという、あ、はい、そのように捉えます。なるほど。そしたらここら辺生まれの方でまあ、有名人というかこう見れば大体みんなこういう感じなのかなっていうのが分かると思うんですけど、代表的な方でいうとどなたがいらっしゃいますか。ここで、まあ、いろんな人ちょっとお手元の資料を挙げたんですけれども、まあ、いろんな有名人いるんですが、ちょっと太字で挙げたものをちょっと代表的な存在として、うん、あのそこに残してみたんですけれども、うん、いろんな人いますが、はい、この中ちょっと私が注目したら、うん、3月22日の本で書かれるですね、はい、マルセル・マルソーさんですね。3月22日マルセル・マルソー、これはフランスのなんか、うん、パントマイムかなんかの、ね、はい、マルセル・マルソーパントマイムの方ですよね。何年前ぐらいの人でしたか。ちょっと、うん、100年ぐらい前ですかね。100年ぐらい前ですよね。今でも名前残ってますけどです、ね、この方っていうのは、まあ、動作でこう何を表すかっていうような芸というか、そういうのをやってた方ですよね。そうですね、パントマイム、うん、言葉を使わずにっていうような、それはお羊座の、まあ、どういうものが現れてるって見ればいいですか。あのこうやって今、うん、ご説明したような、はい、一度らしいその誕生ということで、うん、自分がその分かち合いたい世界の中から新しい世界が生まれ出てきたという、はい、その時に非常にその、うん、まだ言語というものも持ってないわけですし、はい、自分の身体をこう動かしながら手探りで進み出すという、うんうん、そういったようなあり方、うん、誕生のあり方として、うん、なんていうんですかね、非常に、うん、一度のシンボルをうまく体現してるかなと、うん、じゃあ、まあ言語を使わずに体で手探り状態で進むような、うん、まあ、衝動であると、マルセル・マルソーは、もっと近い現代の流れで誰か分かりやすい人でいないですか。イメージが浮かびやすい方って、そこの資料ってどうでしょうね。
エクニカオリさんとかどうですかね。エクニカオリさんとかどうですかね。エクニカオリさん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、小説書いてる人ですよね。ですね。割とお嬢さん系のというか偏見ですけど、彼女はどういうふうにその手探りっていうのを見ればいいですか。やっぱ文体のその模索加減って言いますよね、そんなところですね。うん、実体験というんではないんでしょうけど、そうですね、かなりファンタジーな感じで、イクニシアの国は難しい国ですね。香織さん、そうですね、この小説の文体はやっぱり知ってる人じゃないとちょっとイメージがつかないと思うんですけれども、この他に書かれてる方で見ますと、はい、平野レミさんがいますよね。平野レミさんのあのとうとうと喋る感じとか、あれは逆に言語の方に傾いてるかなと思うんですけど、彼女のその羊一度っぽいところっていうのはじゃあ何かありますか。北野さんどうでしょう、その辺。私ですか、これそうだな、なんか考えて言ってるんじゃないよねって感じがしますよ ね、ですよね。立て続けに、うん、あのなんか降りてきてるみたいな感じで、ひょいしてるみたいな感じで喋りますよね。あれが何か後ろにアザラシでもくっついてるんじゃないかなみたいな雰囲気はあります。ただリソースは非常に深いところから上がってきてるから、うん、たまにドキッとしたことをおっしゃったりしますし、ね、それちょっと羊っぽいなと思いますね。レミゴって感じですね。あ、レミゴですよね。レミパも出てるそんな感じですね。じゃあここに生まれた方っていうのは、まあ、職業的にっていうか、こう具体的に、うん、お羊一度らしさを展開するときにはどういうふうに生きていけばいいって考えるんですか。具体的に職業って言うとちょっとなかなか落としどころが難しいんですけれども、うん、やっぱりその芸術なんかには非常にいいかもしれないですね。手探りっていうことでね、うん、あの自分で何かを模索していくっていう上で一番やりやすい、うん、やりやすいっていうか、まあ、あのやりやすいタイプの人なんだろうなと思いますし、うん、身体表現であったり、まあ、言語による表現であったり、うん、そんなもろもろさってパーソナリティとしては出てくる部分があると思うんですけれども、うん、でもまあそうですね、自分がそうやってあのこれが自分なんだっていうことを新たに打ち出していくということ、うん、そこにかそういう限りにおいては非常に、うん、ありやすい人だろうなと、うん、でまあ、バックにリソースというかたくさんの無意識の衝動があるわけだから、うん、クリエイターとしては使えるって言っていいですかね、はい、うん、じゃあこんなあたりで一度でなんかご質問ないですか。ここまで聞いてみてお友達で3月20とか21っていないですかね、うん、聞いたことない、うん、森岡さんもどうですか、何かイメージ。そうですね、イメージ的には分かる気がしました、うんうん、じゃあ次ってよろしいでしょうか。次はですね、羊2度になりますね。次はまだ第1グループなんですけれども、その中の2番目ですね。起承転結でいうと小の部分なんですけれども、こう中心っていうのはどういう感じなんですか。この自他が未分化の意識の対象化という、さっきのその一度の流れですね、うん、子羊一度からさらに、まあ、一度進んでという展開なわけですけども、はい、まあ、さっきお話ししたようなその文の字が立ち上がってますね、はい、その身分から状態の中 で、うん、でそれをさらにこう、じゃあ自分がそうやって新たな字が確立する上で、その意識をこう客観視して見ていくという、うん、そんなようなあり方、うん、そういうフェーズに進んだという考えていただければと。じゃあ自覚がない中から客観性がちょっと出てくるっていう感じなんですか。この自他が未分化がそういう状態の中から少し引いて自分を見ると、引いて自分を見る、うん、それがここに書いてあるグループを楽しませているコメディアンであるんですね。このコメディアンがなんで客観視につながるんですかね。その方はこうですね、はい、こう人を、うん、グループを楽しませているコメディアンっていうふうに、ん、自分をこの場合コメディアンに固くしているわけですけれども、うん、その人を楽しませている、はい、コメディアンがこう人を笑わしているっていうような姿、うん、というふうな様子を、うん、その先ほどお話ししたような
自分と